加藤光久は、日本の実業家。豊田自動車代表取締役副社長、豊田中央研究所代表取締役会長などを、経て、根本研究所代表取締役所長、元自動車技術会会長。2013年から2015年までは、ダイハツ工業及び、日野自動車社外取締役も兼務した。ランジュ受賞。北海道旭川市生まれ。 北海道大学工学部機械工学科卒業後、1975年4月、トヨタ自動車に入社。入社後は、エンジン開発や、製品企画で、カローラの開発を経験し、2000年1月同社大、1開発センターチーフエンジニア。同時に12代目クラウンと4代目、クラウンマジェスタの開発も担当。2004年6月同社常務役員。 2006年6月同社顧問、トヨタテクノクラフト代表取締役社長。2010年6月トヨタ自動車専務取締役。2011年6月同社専務役員。2012年6月同社取締役副社長。2014年6月トヨタ防食取締役。2015年6月愛新世紀、監査役、トヨタ中央研究所取締役。 2016年4月同社代表取締役会長、根本研究所代表取締役。2017年6月トヨタ自動車取締役を退任し、同社相談役に就任。同年大気庁における民間ロケット開発の現場を視察し、2019年8月からは大気庁が出資する北海道航空宇宙企画の顧問を務め。 インターステラテクノロジーズファウンダーの堀江高文から要請を受けて、トヨタ自動車のエンジニアを派遣するなど支援を行った。2020年トヨタ中央研究所アドバイザー。2021年ランジ法省受賞。トヨタ学園評議員、トヨタ理科学研究所評議員、日本自動車工業会理事、産業競争力懇談会理事、トヨタ財団評議員等も務めた。 仕事の進め方変革を、さらに推進役員体制の変更、組織改正、及び人事移動についてトヨタ自動車2017年3月1日、企業概要根本研究ロケット開発加速へ、スケッドエンジニア制度朝日新聞デジタル2020年4月6日中事業に、トヨタの経験元副社長の加藤氏退治を、支援2019.09、030章を毎日、 新聞社会社が用豊田中央研究所運営体制変更のお知らせ豊田中央研究所春の報奨受賞者喜びの声乱受報奨、元豊田自動車副社長、加藤光久志か日韓自動車2021.04、28学校法人、豊田学園評議員2021年6月1日元、役員、評議員名簿豊田理科学研究所。 ニュースリリース2012年12月20日、一般社団法人日本、自動車工業会役員名簿、理事長が交代しました役員、協議員、豊田財団。ありがとうございます。